それから貿易に関してはですね、アメリカは実はアメリカとカナダとメキシコと3カ国で関税もない、完全にフリーな状況を作ってますんで、主要な貿易国はもうカナダとメキシコが必然的に上がってくると。でこれは同じ経済圏なんで、ちょっとこれを引いて考えると、主要な輸出国は中国、日本、イギリス、が主要な輸入国は中国、それから日本、ドイツ、それからベトナムも確かドイツの次ぐらいに入ってると思うんで、そんなふうに見るとですね、やっぱり中国の存在感がものすごく大きいというのがこの数字から見て取れます。ただアメリカは中国とやっぱり関係が悪化してるのかなと思そうっですたよんでね。すだから日が。本人のニュース見てると、アメリカと中国は領空を侵犯したの、飛行機にどうのこうのっていうんで、もう当然半導体の輸出規制とかですね、そういうのかかってて、あれだけ険悪なんで、米中の貿易も絶対ネガティブだろうというふうに思うんですけど、実は増えてるんですよね。ですからこの辺がやっぱり経済と政治のこう難しいところっていうか、面白いところで、裏返して言えば、お互いにアメリカも中国も相手の国なしには経済が成り立たないっていうぐらいに、もう相互依存の関係になってるってことなんですよね。でこれは日本人としては非常に頭に入れとかなくちゃいけないところで、アメリカも中国もお互いに相手の国なしでは経済が成り立たないと。だけど政治的な理由等ではいつ喧嘩してもしょうがないと。その間にある日本はですね、とばっちりを食う可能性が高いということなんですよ。で、なぜかっていうと、アメリカも中国も、例えば中国にとってアメリカが貿易の国からなくなってしまったら困る。ね、アメリカにとっても中国がから物が入ってこなくなると困る。だけどものすごい冷たく言っちゃうと、どっちの国にとっても日本がなくなると、ちょっと嫌だなと。だけど、なくても国としては成り立つっていう。それが日本の立ち位置なんですよね。ということは、そのあたりをこう踏まえとかないと、いつかどっちかの国に日本は裏切られたな、あるいは両方の国に裏切られたなと思ってしまう可能性が高いと。で当然我々日本は報道も含めて、あるいは政治もアメリカ寄りですから、アメリカが最後まで助けてくれるんじゃないかと思ってるかもしれないですけど、私はそんなにアメリカを信用してないというかですね、やっぱ彼らも経済原則で動くんで、日本は彼にとっては防波堤なんですけど、最後まで一緒に防衛してくれるかどうか、ちょっと私は個人的にはクエスチョンマークかなと。